両側に車が通って出て、ここはバス停なんですけど、上海の BRT 71番路線バス。ここに来ましたけど何もないね。こうわざわざ見に来たんだけど何もないけど、何を見るか後で説明します。こんにちは。実はこの日に私は SNS の投稿でこのような写真が見ました。上海の展覧中心で盛大な送別会を行われています。通っている道の両側にも多くの人々がこの方を送別しています。そのために上海展覧センターに見てきましたけれども、少し時間遅かったので何も見ることができませんでした。ここの道路は延安中路というのですけど、上海の東西方向のメインストリート、ね、車線は 1,2,3,4,5,6 7車線、そのうち1本がさっき私乗った71番の BTR 専用ですね。反対側も同じですね。白い道路ですけど、かつてこの下は昔は川だったので、川を埋め立てて道路になりました。あそこの金キラ金は上海の西安寺のお寺ですね。と久光百貨店、先ほど私が上海展覧センターに行きました。ロシア式の建築物なんですけど、昔は中国とソ連上海の友好のシンボルである中ソ友好ビルと言われていますが、旧ソ連の領事館の建物でした。で今日はですね、実は私が SNS の投稿で見たんだけど、我が国の前の国家主席の特別式、追悼式かなかもしれないですけど、はあそこで行われて交通規制があったと話を聞きましたが、それをまあおそらく私たち普通の人は立ち寄ることはできないと思うんですけど、近くになることは行くことはできないと思うんですけど、ちょっと様子だけ見たいんですけど、行った頃はもう終わったらしいですね。ご存知かもしれないですけど、江沢民さんは旧上海市長なんですけど、私も上海市民の一員として、もちろん旧上海市長ということで彼のことに特別な感情を持っているんですね。今回は江沢民さんが上海で亡くなられたということもあって、おそらく上海で先に簡単なフェアウェアを行って、それからですね、北京で盛大な行式をやるのではないかと私は個人的に思います。個人的に江沢民氏に対して私たち上海人はどういうふうに考えているかを簡単に言いますね。この人何を打ってますか。カメ、スッポン。私たちはただの一人の普通の庶民なんですので、偉い方を評価することはできません。しかしですね、人間ですので、一人人間としてはですね、偉かったこと、正しかったことと、誤ったこと、間違えたことも絶対あるはずだと思いますが、まず正しかった、もしくは私たちが普通にですね、肌で感じられる彼の偉いところを私個人的にまとめます。まずはご覧ください。このような金キラ金のお寺、上海の西安寺、それからその前の繁華街、上海のブランド品、上海の銀座というところ、南京西路、南京西路、これほど上海の街が賑やかになっている。もちろん今はコロナで活気が失われてしまったんですけど、という街が発展できるのは1990年代以降の30年ですね。すごい、ここ青信号なんだけど、歩行者監視カメラスクリーンで映っています。誰が
赤無視したら写真撮るよということなんですね。上は信号なんですけど、この下にちゃんとカメラが映っている範囲を表していますね。江沢民氏の母校は上海の交通大学、彼は大学の教授だったかなとは思います。彼はですね、中国の情報化、先進化についてではですね、力を入れているらしいです。私の周りの人たちの話なんですけど、江沢民さんが国家主席に勤めた時にはですね、国の経済が確実発展します。海外の国インターナショナル WTO に加盟したり、世界とですねとのつながりを深めたり、それから香港返還、マカオ返還などは彼が、国家主席に勤めた時代に完成しました。この後ろスウェーデンのイケア、アンティーク屋さんですね、イケア。これはですね、特にですね、私の友達とかこのことについてよく言っています。タイタニックの映画を完全にノーカットで中国で上映できた時代だったということです。もちろん全ては一人の政治家の功績とは言えませんけど、ただこの政治家が行った時に中国は確実それらのことを経験をしました。今のように、情報統制とか海外の映画は簡単に入れないとか、海外のウェブサイトを閲覧がなかなか難しいとかということはなかった、もしくは、緩かった時代だったんですね。老凤祥銀楼、銀のアクセサリーを売っている店です。もちろんその時代の共産党員や幹部らはおそらくお家に金とかいっぱい貯めているかもしれませんね。腐敗問題が、経済行動成長して腐敗問題が一番ひどかった時期も、彼が就任した時に発生していた現象ですね。これ面白い銅像ですね。これは西安寺のお寺の裏側の久光百貨の隣にある歩行者天国の商店街なんですけれども、上海の、中国はね、の経済の行動成長期に就任していた江沢民さんで、その時期は私たちは日本からの観光客いっぱい受けていましたけれども、お仕事もたくさんもらえました。その頃ですね、私がバスの中にはですね、前の国家主席の毛沢東さんの話だったり、江沢民さんの話だったり、鄧小平さんの話だったり、皆さんとですね、普通にバスの中でいろいろ冗談がてらで喋ることが、紹介することができますが、おそらくですね、今後中国にまた旅行に行けるようになったら、皆さんがですね、私がバスの中でこのような政治家のことを喋ることは聞こえなくなると思います。バスの中にもですね、監視カメラが全部ついています。録画機能、録音機能がついています。私たちはですね、いろいろ喋っちゃダメなことがますます増えてきました。だから安の隣の友達とかの声なんですけど、僕個人的なことだけではないですけど、江沢民さんが行った時代に良かったなという話が、声が比較的に高いですね。要するにですね、その頃は皆さんの生活が裕福、政治は腐敗というか、問題が皆さんはよく分かるんですけど、ただ政治家がいっぱいもらえてて、国民の皆さんも豊かになっていて、それでお互いに安定している時期ではないかと思いますが、今のようにちょっとお互いに嫌がっている時期とは違うから、それと比べるとやっぱりその時代がいいかなというふうに皆さんが考えているかもしれませんが、人はそれぞれその時期に考えていることが違うかもしれません。はい、ということでですね、今日は簡単に私が思ったことを動画にしました。西安寺のお寺の前ですけど、やっていません。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。